ちょっと先輩、うん、ちょっとマジして助けて、出す出られへん、絶対絶対これ手届くやろF ウォーク、F ウォーク はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、トニーです。はい、でーす先輩、あのね、あ大丈夫、もう全然大丈夫じゃないですよ今ね、うん、なんか曲変わってましてね、うん、とりあえず敵にずっと覆われてたんですよね。あ、もう覆われてるんじゃないの。いや、まだ覆われてますねまだまだしつこい、ほんとしつこい。助けに行こうか。いや、先輩来たら一緒に死にますって。え、死ぬも嫌や。絶対死にますって、絶対死ぬ。まだまだ来る、まだ来る。なんでなんでなんで、もうええよ。どんだけ粘着質。何これ、ファン。先輩これファンっすか。え、羨ましい。めちゃめちゃおるで。いやー、ミカってな、もう嫌やもうあー、センチネルの戦闘状態解除、よかった。怖っ、怖っ、ほんま、マジありえへん。負けたん。負けた、もうなんなん、メト、ここなんなん、もうほんま、マジ怖かったわ。なんなん、あいつらめっちゃしつこいじゃないですか。そんな気悪いことしたんやろ。いや、そんなっすよ。で、まあそのね、知的植物いうところに近づいて、うん、まあいいよしたんすよね、うん、ほんなら、なんか中からなんかキラキラがパカーって出てきたんすよ。おー、何やったかな、何を取ったんかな。あー、アルプミンパール、おー、宝石パール、うん、みたいなやつ取ったんすよ、うん、でいきなり襲われてね。で、先輩ちょっととりあえず行きます、宇宙。ね、2箇所行けんすよね。これでもまあ近い方が多分大きく表示されてるんでしょうね。うん、うん、じゃあ近い方から行きますか。行きますか。あのね、古代の遺跡っていうのも行きたいんですよね。うんうん、行きたいね。じゃあ帰るわ、そちらに。ちゃんとついてきてます。うん、ついている。はい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 、もうこれ宇宙空間ですよね。ああ、あ、あれだわ。パルスドライブしますよ。ああ、3、2、1、ガーン。ひゃうひゃ。先輩着きましたね、何やら。おう、この辺で止めときますか。おいしょ。口って確か暑かったんすよね、これ。うん、暑いね。ねえ、かなり。これなんだ、うん、なにこれ、なんだこれ。なんかある、なんか変なのありますね。まあいっか。うわ、久々。なん、残留年代、鼓動する嫌な匂いの年代、メンテナンスの不十分な機械を覆っている、素手で、触れるべきではないだろう。はい、これじゃあ宇宙船に送っておきますか。ターミナルが起動しましたね。お、金が手に入った。あ、マジっすか。脈打つ粘性の物体がへばりついているが、それでも機械は作動している。はい、私が入力パネルに触れると物体は激しく反応した。今後はなるべく近づかないことにしよう。ターミナルが開き、温かない真空の一つ目が現れた。うん、中には半物質のサンプルが入っており、先輩、半物質のサンプルが入ってるんですって。奇妙なメッセージが添えられていた。っていうか気持ち悪い、これ。なんかブルーベリーのね、うん、ブルーベリーのエイリアンブルーベリーみたいなのがついてるんですよ。エイリアンブルーベリー、はい。奇妙なメッセージが添えられていた。ロゴを読み半物質を取る。時が来ればお前は我々を見出すであろう。16161616。
半物質格納容器を手に入れましたね。半物質を安全に格納する装置で、半物質をワープセルに固定するまでの間使用される、再結合酸素、再結合酸素が保護作用のある気体ポケットを生成、形成するため、半物質がそれを覆う容器に反応するのを防ぐ。身を守れる価値ある。ワープ燃料、半物質を見つけるで見つけた。あ、目標に更新あり、ワープセルの作成、半物質ハウジング。ん、あ、ワープセルを作成する半物質格納容器の作成って出ましたね。あ、なんかやるんですね。うん、ほんでね、こういう場所に着いたらね、ああ、そうそう、教えてもうたんですけど、こう、うん、F でこう周り見た方がいいっぽいっすね。なるほど。あの、本当にね、あちこちにね、いろいろあるんすよ。うん、ほんでさっきも僕あちこちこれ F で見まくってたんすよね。うん、うん、ほんだらね、あのね、ほんま見落としてますよ僕ら。もうほんまに、え、こんなんあんのみたいな。もう足元にもあるみたいな。足元にも、足元にもあるみたいな。もうそういう場所もね、僕たちは見落としてたんですよね。残高移動、うち、はい、監禁されてる。え、そんなわけないでしょう。いや、監禁はされないでしょう。セーブ。何？女用破棄地。はい、見えるやろ、ここ、ここ。いや、おるのはわかりますけど出られへん。え、これなん、僕も入ったら出れなくなるじゃないですか。助けて。いやいやいや、僕もだから出れなくなるから嫌ですって。どっから入ったんすかこれ。ほら、先輩、ちょっと待って、これどっから入ったんすか。え、先輩、どっから入ったんすかこれ。なんか変なとこから入ったんちゃいます。え、うちの宇宙船でもどこ行ったんやろ。いや、先輩、これ入り口ありますか。入り口、はい、ない。いや、え、これどっから入ったんですかマジで先輩。ええ先輩、宇宙船、あ、僕の矢印わかります。トニーの矢印、はい、ちょっと待ってよ。あ、これ先輩、なんか変なことなってるわ。絶対変なんで、こんなとこ止めたんすか。食い込んでるじゃないですか、機械が。先輩、僕んとこ来て、その建物の中でね、うん、で、僕んところに向かって、なんかこう、いい妖精そうなとこないっすか。僕のところ、トニーの方向、ここやな、はい、え、ここか。僕の方向の壁に思いっきりぶち当たる感じで来て、うん、あの、宇宙船に乗り込めません、そっから。先輩、それ宇宙船から降りたらそうなったんでしょ。うん、勝手に入ったみたいな感じでしょ。そう、ほら、もう先輩通ったら踏んだり蹴ったりじゃないですか僕も。何そんなに褒めるん。いや、褒めてないですからね。これ入れないからね先輩、それ中やばい、中どうなってんすか。もう全然いけないじゃないですかこれ。え、ちょっと出られへんし。いや、知りませんよ、乗れへんし。ちょっと先輩、どうするんすかそれ。ほんまに助けてくれよ。いや、助けれないですって。マジか。ちょっと先輩、うん、ちょ、マジして助けて。助けられへん。いや、絶対絶対これ手届くやろ。痛くも痒くもないし。ここでちょっと待ってくださいよ。そこね、おったら僕もしかしたら殺せるかもしれないですね先輩を。当たってませんこれ。うん、痛くも痒くもない。なんでこんなとこ入ったんすか、もう。私が知りたいわ。顔、もう、もう、進まんじゃないですか、もう。うちも進みたい。そんなところから。ちょ、マジで、もう、なんかどっかからロードできません？一つ前からとか。ただいま。え？え？え？久しぶりだね。やっと来ましたね。いや、もう来おへんのかな思ってましたよ、あのバグから。先輩、あれ、姿が
普通あのね、はい、姿ごとね根こそぎ持っていかれちゃってさあロードしたんですね。そういやあそこから出れなくなってもう何やってんすか、もうもう辛いわその言葉うちのセリフやまあまあまあ戻ってこれて何より。ほんまもうあれじゃないですか、もう結構うん、どれぐらい経ちました。え先輩今どこっすか、え今どのミッションになってます。うちははいワープ燃料の作成、半物質を見つける。で今ないんすよね。ないよ、ちょうだい。いやほんならちょっと僕もないんで取りに行きますか。ほう、ねあれあのそこのまた宇宙ステーションですね、ここ。あ、宇宙ステーションね、はい、宇宙ステーションですね。でまあロボットに殺されたんですよ2回、うん、で連続したら、まあ連続したらっていうか連続で殺されたら1回目殺された死体からアイテム取れなかったんですよ。うん、そう、それで半物質なくしましたね。ショック。そうなんですよ。トラベラー、お前は道を、それ始めている。このロープを掴んで戻れ。異星人は私に話しかけるとき口を動かさなかった。一瞬ターミナルでこちらを凝視していた。あの赤く光る目が見えた。異星人はどうやら私に半物質のサンプルをくれようとしているらしい。はあ、くれた。おい、イエイイエイイエイ。半物質を受け取った途端、異星人はびくりと体を震わせた。まるでたった今目が覚めたという、え、目が覚めたとでも言うかのようにしきりと頭を振り、目をキョロキョロさせている私を見ても誰だかわからないようだ。そらそうでしょうね。はあ、半物質やっと手に入れましたよ。先輩は？うち？私が近づくとリックは怒ったような身振りをした。ちょっとやばいのがおんねん。あーこいつらね、やばいっすねマジで。うちのことまだ狙ってんのかな。え、攻撃されました、もしかして。された、された、された。ダッシュす、先輩、すいません。あ、ちょっと待ってくださいよ。ひゃー、やば、うわ、痛い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 。うちのことを攻撃した今。いやいや、違います違います。あの、助けてます。いやいやいや、じゃあ僕は倒しておきますね、こやつら。ちょっとこいつらやばいってマジで。イエ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 イ、よし、こいつらちょっと強いからね。めっちゃ強いでしょ。え、倒しておきますよ。あれ汚な。先輩はそこでなんかいろいろ操作してくださいよ、うん、ここ寄ってなかったでしょ先輩。うん、僕ここ寄ったんすよ。トニー、はい、残留年代っていうなんか汚らしいもんがある。それ僕も取りましたね。でも売りましたけどね。あ、売ったんね。はい、やばい、もう卵には一切触らなかったね。あ、先輩卵触ったんですね。卵をね、はい、あの攻撃したらね、おいしゃーって出てきて、ね、先輩とりあえず攻撃するでしょ見えたら、うん、それが危ないんですよ。だから怖いんですよ。え、僕もだからとばっちり食らうんすよ。とばっちりちゃうで。とばっちりっすよ。あれ、そういう運命やねんで。なんか変なマーク出てるけど大丈夫。うん、なんか赤い犬の足跡みたいな。なんだこれ。あー怖っ、変なやつおるからね。ねえ、ほんと困るね。トニー、はい、注意しろを覚えた。注意しろ先輩にもそのまま基地が言ってくれてるんですよね。これうるさいわ、注意しろって。黙れ。いやいや、ほんと先輩ってね、注意力がね人一倍あるからね。ないからね、人一倍。え、え、けなしすぎやろ。いやいや、ほんまっすよ。ちょっと人並み以上にある。いや先輩、ほんとにもう命粗末にするからね言ってあげてるんですよ僕は。うちのどこが粗末にしてるの。粗末にしまくってるじゃないですか、いろんなもので。違うで、バグに囚われてるだけ。ま、バグなんか先輩ってバグりますよね。
なんで先輩ってバグるんすか。ほんと扱いひどいわ。いや、ほんと、ほんとなんなんすかもう。まあ景色いいところ、ほんとに何ここ、やばな。あ、旅してる感半端ないわ。あいつらさえいなければもっと安全な旅やのに。これロボットっすか。え、あ、エイリアンっすか。そうあれほんまエイリアンっすもんね。だってなんかこっち向いてキャラキャラキャラ笑わんねんで。怖すぎでしょ。ほんめっちゃ怖いし強いしね。あ、めっちゃ景色いいわここ、ほんとやばい。うわ、なんか綺麗な、もん何この世界。よき世界。なんなの？なに？アイテムケースがフル。なんかいらんのないかな。歩いとる。え？あ、ミニーがあると見てるんですかどこだ先輩。え、後ろにおる。え、8時におる何してんすか、何してんすか。え、なんでおるんすか。え、え、仲間だからいや、仲間だからって面白いっすね。なんなんすか。トニー大丈夫、なんかすごく、はい、気持ち悪い歩き方になってる先輩も F を押しながらちょっと歩いてくださいよ。僕が何を目指して歩いてたか分かりますよ何ちょっと待って、めっちゃ面白いっすねなんすかその歩き方。え、植物今流行りやねん。流行りなんすか。何ウォークって言うんすかそれ。えF ウォーク。F F ウォークちょ、これ前から見よう、前からちょっと待って、先輩ちょっと止まってもらっていいですか。いいっすよ、歩いてもらってあ、言葉覚えるんですね、今からえ、あれ言葉覚えないんですか。うん、大事やからね。え、覚え、はい、え、覚えましょうよ。僕覚えましたけど。シリケト。え、何それ。先輩もそこで言葉を覚えてくださいよ。